虫けらめ、よくたどり着いたね。だがここまでだ。ここから先は現場の世界。人間のお前は通せんな。またてめえか、すっこんでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと？人間の分際でこのギルデンスタン様をバカにするとは。まあいい、ならば私の作り出した最高傑作と戦ってみろ、マーセラス。行け、マーセラス。つけやがった虫けらを叩き潰せ。お兄ちゃん。
我は現場の王。
丸。お兄ちゃん早く逃げるんだ。さあ、うん、夢丸、逃がすか虫けらめ。お兄ちゃん、様之助、行け、行くんだ。様之助の活躍で玄馬の野望は一旦は打ち砕かれた。だが明くる年、斎藤義達が病死し、暗愚な息子辰沖が国主になると、再び織田軍が美濃へ進発。ついに稲葉山城は落城。ここに斎藤家は没落したのである。この陰に玄馬の暗躍があったかどうかを知る者はない。斎藤家没落後、雪姫は斎藤家とゆかりの深かった堺の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。宗久の計らいで南蛮船に乗り世界へと旅立ったのである。その旅には夢丸も従っていた。様之助に教えられた通り、その目で世界を見るつもりだったのである。一方楓は様之助を必死に探し続けたが、見つけることはできなかった。明くる年、様之助の叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残したが、14年後山崎の合戦でその生涯を閉じた。そして様之助は玄馬を倒した後、陽として行方が知れず、その生死も定かではなかった。